こんにちは、JP です。先日の特急列車レッド列車のレビュー動画にて、視聴者の方からプラレールのレールで走らせることはできるのかというご質問をいただきました。今回変身アイテムが列車ということで、確かに気になりますよね。ということで今回はこの特急列車がプラレールでどこまで遊べるか、ちょっと検証してみたいと思います。ではまずこのプラレールのレールに特急列車がはまるかどうかですね。では行きます。よいしょ。あ、意外といい感じに乗っかってはいるんですけど、ちょうどこの黒い形状のへこみの形状に前はぴったり入ってますね。ただ後ろは固定されないですね。多分この認識の凹凸部分が引っかかってるんだと思います。ということで多分脱線はしないとは思うんですが、完全にど真ん中にぴったり来るということはないようです。ちょっと残念ですね。意外と押したら走れそうですね。ちなみにど真ん中で走るのは普通のプラレールなんですけど、今って左右2走行できるプラレールアドバンスっていうのあるじゃないですか。プラレールアドバンスうちは持ってないんですけど、その場合は確かここを走るんだと思いますが、ここもちょっとしっくりは来ないですね。そしてこのジョイントの部分とこの凹凸の部分が車両に引っかかっちゃうんで、こっちは多分引っ張ったり押したりしても途中で引っかかりますね。なんでアドバンスともしかしたら連結はできるかもしれないですけど、この片側走行をすることはできなそうです。ここでガツンと行きますからね。ではですね、よいしょ、ちょっと簡単にレールを組み立ててみたいと思います。簡単な丸でいいですよね。ちょうど綺麗にくっついてるのがある。では今回押してもらうのはこいつ、やっぱり定番トーマス。ちょっと変顔バージョンです。では真ん中にレッド列車を置いて、その後ろにトーマスを置きます。あ、ちなみにこれ連結は無理でした。あの高さがどうしても合わないんで、いきますよ。スイッチオン。お、おお。あー、やばいやばい、危険危険。後ろが、あ、やはり後ろは固定されないんで、ちょっとするとずれてしまいますね。前は意外と固定されているんで脱線することはなさそうですね。要するにこういう直線ならど真ん中を走らせることができるんですね。では坂道も検証してみましょう。まずは下り、いきます。あ、いけましたね。あ、おお。ちょうど下ってる時にずれちゃったりする、前がちょっとずれちゃったりするとここで引っかかっちゃいますね、つなぎ目で。ではひっくり返して上り、はい、では行きます。おん、あー、あー、ダメですね。これが持ち上がっていくと唯一固定されてるこの前部分がフリーになっちゃうんで、もう完全にここで脱線します。はい、ということで今回は特急列車がプラレールに対応できるか検証してみました。まあ、こういった、まあ、電車の形をしているってことでいろいろ組み合わせて遊べそうですね。ちなみにこれ何のトーマスかわかんないんですけど、ちょうどジョイント部分がぴったり合うんですよね。ほら、これ何だったかな。でも残念ながら反対方向は接続不可能なんで連結はできないんですけど、これ超ぴったり、なんか他にもあるかもしれませんね。